さん、こんまくり。将棋講座の時間でございます。はい、本日ね、右四間飛車の穴熊編となっております。しっかりね、解説していきますので、ぜひともついてきてください。はい、こちら駒組み見ていきましょう。振り飛車側からの端歩の出しに対して7七角と上がる。これを見ると振り飛車側は、まあまあ右四間側穴熊に組むのかなというふうに考えた方も間違いないでしょう。穴熊は手数がかかるので、端は受けずにその手を省略して組みに行くことが多いですね。まあ、いっか、振り飛車側は自然な駒組みで待っていきます。で、こんな感じでね、組んでいくとなるんですけども、さて、ここから駒組みのポイントを見ていこうと思います。それでは、ここから分かれ目なんですけども、まず右四間側の構想としては、まだ穴熊はね、完成はしたんですけど、金銀2枚でそんなに辛くないので、このね、右にある4九の金を引っ付けたいところですね。引っ付ける方法としては、5九金から6八金として、この形で待つ方法。7八金まで持っていく方法と、2つ、主にありますので、そちらを見ていこうと思います。それでは、その前に振り飛車の失敗例を見ていきましょう。この指し方は、狙われやすいので気をつけましょう。振り飛車は高みの囲いに組んで、まあ、自然な駒組みに見えますね。この銀冠に組む瞬間、特に気をつけてください。この手には、いきなり4五歩と仕掛ける手があります。同歩に3三角成と角交換をして、3五歩。手抜きをして取られるわけにいかないので、同歩と取るんですけど、そこで3四角と、空いたスペースに打ち込みますと、ちょうどね、浮いてる6一の金を狙われていて、これを逃げると、2三角成とされてしまって、これは振り飛車苦戦の展開になってしまいます。なので、駒組みに少し工夫が必要になりますね。では、もう一度戻りまして、こちらの局面から、5九金に、7四歩、6八金、7三桂と、跳ねていきます。まあ、先に桂馬を跳ねるんですね。まあ、これどういうことかと言いますと、例えば、3六歩と突いて、いつでも攻める形にするよと、言った時には、いきなりね、8五桂と跳ねてしまって、8六角に6三金と上がっておきます。この6八金型の特徴は、5七にね、成り駒を作られにくいと。まあ、金が効いてますからね。リメリットがある反面、玉が7八金型、こうなってる形に比べて薄いのと、桂馬をね、跳ねられた時に、6八に引くことができないですよっていうところがあって、ここがデメリットになりますね。ちなみに8五桂のところで6六角と上がると、6五歩と突かれて、同銀同銀となれば、5五角で一瞬角は助かりますけど、銀損になりますので、これはいけませんね。戻って6三金に、以下7八金として、8四歩。で、ここで6八角と引いて、次にね、8六歩と、桂馬を殺しに行く手を見てみましょう。これには、振り飛車側から4五歩と突く手がありまして、同歩に9七桂成と殺到してきます。同銀とは取れないですね。角が効いていますので。同桂も9六歩と突かれると、ちょっとね、次の歩成りが厳しいので、少し困ってしまいます。まあ、同香取りまして、9六歩、同香、同香、9七歩、同香成、同桂、9六歩、というような感じで、振り飛車どんどん攻めていくことができます。まあ、以下、9八歩、9一香、8玉となって、まあ、いい勝負ではあるんですけども、ここで7五歩と突く手が結構厳しい手で、これは振り飛車が少しペースを握ってるんじゃないかなと思います。まあ、取れば、9七歩なり、同歩に、7六桂というふうに打っていくという感じですね。7四桂と打ち返してくるような手に対しても、玉がね、広いので、同金同歩はね、金を持たれちゃって危ないんですけど、こういうふうにまっすぐ上がることで、意外とね、これ以上手が続かない形になっているので、で桂を入手できたら今度は、銀を取ってね、もしくは角を取って、もう一回おかわりすることができるので、
これは振り飛車楽しみが多そうな局面ですね。それでは戻りまして、今度は7八金型の展開を見ていきましょう。まあ、6九金としてますけどね、6八金からでも一緒ですね。これに対しても桂馬跳ねていって6三金とね、銀冠でなく先に高美濃を完成させます。3六歩に8四歩。ここで3七桂と跳ねていくような手もあるのはあるんですけども、振り飛車側がね、まあ、少し軽い形になっています。こう金がね、避けていって4筋を突破してもすぐに金銀にね、当たらない形をしているので、この形はね、ちょっと軽くさばかれやすいので、あまりおすすめになりません。例えば2四角と出られて、4五歩とつけないんですね。つくと角成られちゃいますから。なので、こういった形の場合、飛車はどういうふうに攻めるかっていうと、まあ、3五歩から攻めるのが、一番よくある仕掛け方ですね。同歩に3八飛車と寄って、外飛車の形にしていきます。ただこれにも、ここで8五桂と飛ぶ手が有力です。角の逃げ場所は3箇所ですね。6六角はやはり6五歩と突かれて8四角に8三銀で角が死んでしまっているので、ここは逃げれないですね。8六角か6八角か5九角あたりになります。8六角から見ていきましょう。8六角には角のラインが逸れたので4五歩とついていきます。が3五飛車4六歩、次に歩成りを許したり端攻めされるとさすがに持ちそうにないので、ここで飛車を切って勝負に行きます。3三飛車成り合計に3四歩と打っていきます。居飛車穴熊は非常に硬いので、攻めさえつながればなんとかなるという精神でどんどん攻めていく展開が非常に強いですね。これに対して3九飛車取って3三歩成りに同飛車成りとなっておいて、相手の攻めの火種を潰していく形になります。で、6六歩と、ついて。この歩はなんかぼんやりとした手に見えるんですけど、実際にはね、かなり恐ろしい狙いを秘めています。例えば、4七歩成としますと、6五歩。同歩であれば、同銀。同銀に、5五角というような法定流のラインを狙っているんですね。6五銀に、6四歩取っても、同銀、同金、同角で、これちょっとさばかれ気味ですね。7三銀突然には3四歩と一発叩くのが好手となっています。同竜なら5三角成り。これはちょっと居飛車ペースになってしまいます。こうなると居飛車穴熊が硬いですね。なんで6六歩には7三銀としっかり受けておきましょう。こうしとけば6五歩とね、突かれても普通に取れますよね。ここに受けとくのがおすすめです。それでは少し戻りまして、8六角はイマーチだったので、6八角と引いてみます。これも、やはり4五歩と突かれまして、3五飛車に4六歩。歩を鳴らせるわけにいかないので、4八歩と受けて、9七桂成から以下殺到されるような形になりますね。同香9六歩、同香同香。ただ、飛車が横利き通しているので、それだけ気をつけないといけませんね。9七歩、同香成、同桂、9六歩。ただこの展開になると、居飛車側が歩切りなのが辛いところですね。それではね、今日の講座はこの辺りで終わりとなるんですけども、いかがだったでしょうか。ぜひね、まだの方は高評価とチャンネル登録していただいて、次の講座の方をまた見てください。まあ、この講座を一通り見ていただければ、居飛車でね、右四間飛車を受けるのは僕じゃないとなると思いますので、ぜひともついてきてくださいね。というわけで皆様、おつまくり。ではまた。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。